久保さん,ん動画を終わろうと思ったんですけどちょっと暇ですよね <laughs> 朝早く起きるとやることない <laughs> ま,あちょっとまあちょっとやりますけどね仕事やるんですけど息抜きで <laughs> これも動画撮っとこうかな12時半の、ま、何時間だ今7時半でしょ12時半まあまあ長いですねここねチェックアウトはね11時まででいいらしいんで ままだ時間にあります、ね、そうで今回はね、運命を変える方法ですかね。運命を変える方法。はい、あの朝ね、お坊さんの話聞いてたんですけど、あ面白い、あそれは面白いなみたいな、その質問者でね、久保さん、お坊さんにね、あの運命って信じますかみたいな質問に対して、まああなこで言って最後まとめてるのが、 今日、牛丼に行くっていうことを信じますかと。今日、スーパーで買い物行くってことを信じますかと。言わないですよねみたいな。言わんよねっていう。運命っていうのは、今日やったことなんですよ。っていうようなことを言ってて、それを説明する上で、まあ、今日、牛丼食べに行くとか、行くことを信用するとか信用しないとか言わないよねみたいな。それ、ちょっといただきみたいなね。確かに。<laughs> その例え話、確かになる、ね、運命は今日決められるし 運命はあ今日変えられるっていう今日やったことが運命なんでそう宿命は変えられないと宿命って何かっていうとんだ生まれたとこですよねそれは変えられないですよね親いやなんか親をね選べるとかないじゃないですか親は選べないけども牛丼屋は選べますね吉勇行くのか松屋行くのかすき家行くのか牛丼屋は選べるけど親は選べないそれは宿命ですよね 運命は選べそうでその人生最大の買い物はだからまあそなんでこの話をしたかっていうと人生最大の買い物っていうのは今日です、はい、今日を買い物したかっていう今日という時間を買い物しているのかっていうそれじゃないですかね久保さん人生最大の買い物今日じゃないですか時間を買ってるまあそのなんかつ 伝わらなないいかもしれないですよねうまく伝わらないかもしれないですけどなんかなんだろうな久保さんの話でもありましたけどその夏休み何回来るんですかとかね旅行何回行けるんですかっていうだ例えば「紅白歌合戦」も何回あと見れるんですかとで100年生きたとしてもまあマックス100回にはならないですよね。なんか0歳の時紅白見てたか分かんないですけど。 だからまあ100年生きたとして1年に1回「紅白」がまあ50年ぐらいですか,だかつまり50年50回しかないってことですね紅白見れるのも50回しかないってことねそう考えるとなんだ僕たちは人生今日という時間を買ってるでもそれがただに見える時間っていうのがただに見えるだからそ,そのなんだろうなみんなその流れるじゃないですかやろうと思ってもやらないそれは何でかっていうと時間が ただに思えている時間が無限にあるように思ってはいないんだけどそう捉えているうーんって感じじゃないですかね。そ、まあ、そう捉ええてていないいいなななかもしれないけどそこを深く考って感じ深く考えてないでしょうね。なんか時間は明日も来る今日も来るみたいななんか当たり前寝たら明日がある当たり前みたいなその当たり前っていうことすらも思ってないかもしれないですね。 うんだから僕が久保さんに会えるっていうのも人生において何回か分かんないです。今日は多分会えると思いますでも、まあ、僕がね久保さんの家にあの行く時にね大事故に巻き込まれたら会えないかもしれないですね。まあちょっと慎重に行きますけど <laughs> でもこ慎重に行けば多分会えると思うんですけどね、まあそれ。その運命はああの自分で決められるんで <laughs>。 まででもそ,のそれは分かんないですね車に突っ込まれるとかねトラックに突っ込まれるとかね、まあ、あるか分かんないんで、まあ、タイヤが飛んでくるとかね空飛ぶタイヤじゃないですけどそれは分かんないんでそれは分かんないですけどある程度もう決められるじゃないですか別に、うん。人生最大の買い物は今日,い物今日買い取ってるか今日か借り取ってるか今日やりきってるかっていうのはじゃないですかね。 今日今日,今日買い物できないやつは人生を買い取れないというか自分の人生を,をだ自分の人生を買うって感じですかねうんなんかちょっと伝わりづらいな伝わりづらいけどもそんな感じですねだ今日をしっかり買い今日という時間を買い物してる人は今日という時間をの価値を手に入れてるしでも今日 まあ買い物っていうとじゃあ例えばこれあ,のあれじゃないですかこれを手に入れるこのコーヒーの価値を手に入れるために、まあ、お金払いますよねでお金払ってこれ手に入るじゃないですかで飲めるじゃないですかで価値コーヒーの価値を手に入るわけなんだけども時間を買い取ってない人は時間の価値を受け取れないんですよわかりますだからこれを買わないとこれは飲めないですよねもう一度ですねこれをお金払って まあ、ただで飲める無料チケットとかもあるかもしれないですけど、まあ、ちょすみません自動販売機で買ったんだこれね今日朝ねで朝自動販売機ありましたといやそこにお金入れないとね、まあ、その盗むとこもあるけどもちゃんとお金入れてくださいお金入れないと自動販売機が出てこないでしょで出てこないと飲めないじゃないですかだからお金払って買いましたじゃあこれの価値を飲めますっていうのがまあ普通ですよねでじゃあ時間を買いました っていう概念がもしあるんだったら、その時間の価値を受け取れるんですよ。だけど多くの人はそれが有料ではないと。わかりますまあだからその時間は有限である。時間は有料であるよって話ですよね。だけど、なんだろうな。無料に見えるっていうね。これ結構、久保さん、結構レベル高いじないですか、この話。久保さん、結構このレベル結構高いと。レベル高い話ですね。<laughs> でもね、そういうことなんですよ。 時時間間はは有有限つまり時間は有料であるとでその有料を僕たちは変えるんですよ金がなくてもね金がなくても変えるってどういうことって話なんだけどそう <laughs> でもその買う意識というかねその時間は有限時間は有料だから今日という時間を大切にするやりきるやりたいことやるいろいろ挑戦してみるっていうことをやるっていうことですよねでもそれが流れてる人は流れちゃいますよね 明日やろうバカ野郎」みたいなね「明日やろう」みたいなね「明日来ないかもしれないし <laughs> 明日来ないかもしれないですよね久保さんね明日やろう明日来なかったらどうすんだ」っていうね <laughs> そんな感じでございますねちょっとレベルが高い話ですねいってらっしゃる。